それでは今回は愚痴をこぼす相手を励ます方法についてご案内をさせていただきたいと思います。立候補される皆様には罠もあるので TPO をきちんと見極めてお使いいただきたい方法です。愚痴を聞いてほしいとどなたかがお見えになったら、ただひたすらまずは同調しましょう。決してそれは違うんじゃないなどとは、違うとは思ってもまずは言わずに傾聴をするんです。そして違うんじゃないと言われた時点で、相談に来て聞いてほしい相手の自己承認欲求が満たされず、余計に怒りが燃え上がってしまいます。また怒りの内容に対して自分もそう思うというのはダメなんです。 NG なんです。後日候補者もそう言っていたよという話が湾曲して伝わってしまいやすいからなんです。相槌としては話の内容の承認ではなくて、相手自身を承認するように、大変だったね、辛いね、頑張ったんだねなどを承認するようになさってください。自分もそう思うというのはおっしゃってはいけません。あくまでも内容については別物として、まずは感情的になっている相手が冷静に話し合いができるまで、あなたの思いはよくわかるというスタンスで同調をしておきましょう。そして少しお相手の方が落ち着かれてきたら、すかさず一言、でもそんな中でも頑張ってるよねという一言を言われると、次のアクションに進みやすいんです。愚痴の大半が、どんなに大変か分かってよ、どんなに大変だったか見てよという内容なんです。その怒りを消化できれば次に進めることができるんです。ぜひとも活動の中でご活用ください。愚痴をこぼす相手を励ます方法についてご紹介をさせていただきました。どうか毎日大変なご活動の中かと思いますが、今日も笑顔で充実感を持って頑張られてください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。